昨日、Mリーグ2022シーズンセミファイナルが終わり、ファイナル進出の4チームが決まりました。どのチームが優勝するのか?とネットの話題は、ファイナルシリーズかと思われましたが、なんと本日、Mトーナメント2023の開催が発表されました。これには、中野おっさんもびっくりしました。まだ最初の情報出しとなっていますが、いろいろ分かったことをまとめて解説していきたいと思います。では、早速見ていきましょう。Mトーナメント2023は、アベマオリジナル対局企画です。対局ルールは、Mリーグルールが採用されるそうです。2半チャンで、2位勝ち抜けの個人トーナメント戦となります。今回トーナメントに参加するプロ雀士が、早くも一部発表されています。現 Mリーガー32人と、元 Mリーガーの和久津明プロ、第39期、鳳凰位の広柴田プロ、第47期、最高位の竹内玄太プロ、第21期、雀王の浅井孝樹プロを含む、団体推薦者20人の麻雀界のトッププロ雀士が集まり、合計52人が参加することになっています。5月19日に最終決戦を迎える M リーグ2022シーズンの優勝チーム4人はベスト16からシードスタートで参戦することになっているそうです。現タイトルフォルダーが参戦することは非常に面白く興奮しましたが、元 M リーガーの和久津明プロの参戦が何より嬉しいファンの方が多いのではないでしょうか。和久津プロの対談についてはあまり語られませんでしたが、いいイメージがありませんでした。Mリーグと和久津プロとの関係性を今回藤田進社長がうまく取り持ってくれた形となって、藤田社長はどこまで仕事ができるのか本当に末恐ろしいです。また、和久津プロの参戦から、元 M リーガーの石橋信弘プロ、朝倉光信プロ、藤崎聡プロ、前原雄大プロ、沢崎誠プロの参戦も期待されます。他にも実況、解説陣やインタビュアーの松本佳代さん、審判だって参戦の可能性があります。考えるだけでワクワクが止まらない夢の企画となりました。皆さんも見たい雀士がいましたら、ぜひコメントで教えてください。この M トーナメント2023について M リーグのチェアマンである藤田社長は次のようにコメントしています。M リーグ5年目を迎え、いつも応援してくれている視聴者の皆さんにアベマから新企画 M トーナメント2023をお届けいたします。麻雀界には M リーグに参加している選手以外にも強い選手がまだまだおり、そういった猛者たちを視聴者の方々に知ってもらいたい。そして若手からベテランまで、現在の麻雀界のトップどころが参戦することで、新たな風を生み出してくれるんじゃないか、という思いのもと、本トーナメントが実現いたしました。私を含めて、シーズンが終了すると、M リーグロスが起きていましたが、この M トーナメントが M リーグ全体の新たな楽しみになることを期待しています。では、日程とトーナメント表を見ていきましょう。日程は、初戦となる6月12日から決勝戦の8月6日まで放送予定となっています。8月は1日しかないですが、M リーグロスを埋めるには十分すぎるくらいの試合数となっています。このトーナメント表から考察すると、予選が M リーガー28人と団体推薦者20人の合計48名で争われ、ここから12名が決勝トーナメントに勝ち上がります。決勝トーナメントは、この12名に M リーグ2022シーズンの優勝チーム4人が加わる形となります。組み合わせ上、決勝戦が M リーグ2022シーズンの優勝チーム4人になる可能性もあります。予選の放送予定日数が9日なので、準決勝までは1日2試合の4半チャンとかなり長丁場の放送になると予想されます。となると、実況、解説が2組になってもおかしくないように見えますが、どうなるのでしょうか。とりあえず、今出ている情報は以上になります。もし、何か新しい情報がありましたら、ぜひコメントで教えてください。また、M トーナメント2023に出てほしい雀士や優勝予想などもじゃんじゃんコメントしてください。一緒に M リーグトーナメントを、M リーグを盛り上げていければと思います。
ということで、今回は M トーナメント2023の速報をお届けしました。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。よかったらチャンネル登録もお願いします。